はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は7月24日金曜日、時刻の方は14時48分です。見えるね、49分になった。はい、ピョ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 。そんなわけで今回は、はい、こちらのね、素敵な三脚を提供いただいたので紹介したいと思いますね。今回のね、三脚なんだけども、最初に言っておきます。在庫処分クーポンを発行していただけることになっておりますね。限定30台しかないということで、もう在庫一掃ということでね、 40% オフのクーポンをただいま発行中ですね。そんなわけで、そのクーポンコードはね、この動画の説明欄に貼っておくので、まあ、興味のある方は Amazon をご覧ください。はい、今回のね、三脚はどんな三脚なのかを紹介する前に、元気なおじいはこの三脚ね、これ本当に待ってました、これね。で、実はね、まあ、ちょっとこう本体からずれちゃうかもしれないんだけども、別の商品の案件でお声をかけていただきました。で、その商品のラインナップで、三脚があったので、ちょっとこの三脚もしよかったので、今使っているのが壊れてるんで、添付してもらえませんかと言ったら、あ、そちらの方が今在庫が少ないので、もしよかったらこちらの方が今在庫があって、今在庫処分するので、ちょうどね、紹介してほしいんですよっていうお話だったんで、いやー、もうそれはもう願ってこないことですよということで、紹介いただいたのがこちらの三脚ということになります。で、元気なおじい、なんでこれ三脚探していたかというと、まず一番最初の1個目に買った三脚がね、まだ未だに現役で残ってます。ただこの三脚ね、配信者にとっては辛いんだよね。なんでかっていうと、ここのところにカメラとか ビデオムービーを乗っけて、ここでね、くる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 ってこう固定するんだね。あれ、おじいみたいにこう配信をしながら、あ、じゃあちょっとね、これ見てねってこうパコって撮って、こうして見せるときに、これくる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 って回して外してって、すごい面倒くさいの、これが。わかる？めっちゃ面倒くさいので、配信とかするようになって脱着がものすごく重要になってきたので、いやー、これじゃちょっと大変すぎるよねということで、まあ、これ2000円しなかったんだけど、結構丈夫なやつでね、当時アマゾンで人気ナンバーワンだったんだね。1位だったんだよ、これがロングなんでね。すごいごついのでできてて、めっちゃ満足してたんだけども、でも残念ながらこの雲台の部分がね、ちょっと残念だったということです。で、今使ってるやつ、これね、よいしょ。はい、こうやって簡単にね、取り外すことができます。なぜならば、このね、雲台のここね、今穴が開いてるけど、実はね、これ四角いのがこれパコッとこうはまるアダプターになってて、この今ビデオカメラの底にそのアダプターつけてます。なので、ここをね、こうやって開いて入れたら、ペンってワンタッチでね、脱着することができます。便利でしょう。ね。これもね、2000円しなかったんだよね。ただ、2000円したくて、これ配信始めてから、買った2個目なんだけども、でもね、耐久性がね、ちょっと問題があって、で、今年に入ってから、これね、ここの部分がもう折れてっていうかね、普通になくなっちゃったんだよね。この部分がね。で、しょうがないんで、今、針金を切って、今、落ちないように、今、修理したんだね。でもこれね、ガタ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 してるんでね、うん。で、まあ、ちょっとこう、安定性がもうしっくりしたくなってきてるので、これガタガタしてるんで、ああ、そろそろ新しいの欲しいなってね、ちょっと考えていたところです、これね。うん、はい。で、そんなわけで、元気なおじいは、わあ、三脚ね、ちょっと実用的だったので、別商品の案件で声をかけていただいたんだけども、もしよかったら三脚の方お願いしますっていうことで、心よくね、ああ、もうもしよかったらこちらの方でよかったらということでね、お声をかけていただきました。本当にありがとうございます。ね、もう大切に大切にメインで使わせていただきます。これからね。はい。じゃあどんな三脚なのか開封する前に、ちょっと簡単にね、見てみましょう。はい。うわ、もうめっちゃかっこいいでしょ。本当ね。まあ、ここでも見えてるけどね、これを改めて見て、うわーっていうことはないけども、はい。見た目がね、めちゃめちゃかっこいいです。ね。色の具合もね、めちゃめちゃかっこいいです。で、これね、どういうことかっていうと、びっくりだね。一脚でも使えるし、三脚でも使えますよっていうね。いや、一粒で二度おいしい、グリコみたいな
三脚なんだね、これね。一脚っていうとこう場所を取らないで、でカメラのっけでこうやってね回したりすることができるよね。三脚だとねちょっとこう面倒になっちゃうね、こうグリングリンってやるのにね。だ一脚だとすごくこう便利だね、こう刺しながらね、その機能も兼ね備えてるっていう、いや夢のような三脚でしょこれね。はい、そしてね、これがね三脚で使う状態ね。ここに 1,2,3,4 箇所伸びるんだね。全部でだから5段階になってるのかな。すごい細かいよね。ここもね、なんか2段階で伸びるんだね。今のやつは1段階しかないので、いや、ここ2段階で伸びるとなると、小回りが効くよね。今よりね、めちゃめちゃパワーアップします。で、これね、センターシャフトのロックノブっていうのがあってね、まあ、このシャフトロックね、ここのところが、結構ちょっとポイントになってるみたいね。でスライドプルーフスポンジということで、まあこのスポンジ、まあ、ほぼガードしてるこのスポンジね、これよく、まあ、ボコボコ当てちゃうからね三脚ってね。ここで、本体をガードしますよってことなんだね。でこのね金属製の回転ノブと落下防止のこのパッチによってね、ここにダストパンとかついてロックスリープが入って、まあ、一見簡単な構造なようなんだけども、しっかりとしたジョイント部になっていますよってことなんだね。こう脱着でこうしてやる部分がね、こういう見えないところにもものすごいこだわりがあるっていうことなんだね。すごいね。これね、一脚の装置、ロック解除アイコンで足を外しセンターシャフトを取り外しセンターシャフトに接続しますよね。クチョンクチョンっていう感じでね、これ簡単にできるみたいよ。はい、そしてね、一脚の高さなんだけども最小限で375mm ってことなんで 37.5cm っていうことだから、 37.5cm っていうとだいたいねこれぐらいの高さだね。これがだいたい約 30cm なんで、ここからここまでね、これぐらいの高さだ。おじいの場合三脚をものすごくこう縮めて使う、テーブルの上に乗っけたりとかね、そういうことが多いんだけども、これだと最小限で、だいたい40センチぐらいはあるので飛び越えてるんだね。これね45センチぐらいかな。ね、なので、まあ、ちょっとこれだと高すぎるなっていう。だ低い場所から375ミリから495、そしてもうこれ1段階で2段階目を伸ばすと625ミリ。で3段階目を伸ばすと790ミリ。そして全て、ね、4段階伸ばすと965ミリということで、約、ね、1メーター近いところまで一脚を伸ばすことができます。で、この、ね、三脚の場合なんだけども、この三脚のこの上の部分、ね、ない状態で340ミリなんで、この一脚で使うときよりも低い状態、だいたいこの辺だね、すごい低く使うことができます。で、その上にね、乗っかって、次は505ミリ、1なんでね。で、次は615ミリで、740ミリ、890ミリ、で、1055ミリ。やっとここで1メーター超えるんだね。で、1170ミリで、一番高いところで1320ミリということになります。1320ミリプラス、このカメラのレンズまでの高さということになります。これがね、高さがね。なのでね、もう1320ミリっていうと、だいたいここら辺ぐらいまで来るんだね。かなり高いところまで行けるんじゃないでしょうか。ね、はい。まあ、一脚としても三脚としても両方使えますよということで、高さもこんだけ変えられると嬉しいよね。これなんかだとね、だいたい最小限がこれぐらいなんでね。で、ここが2段階なんで、結構2段階なんでね。まあ、その代わりここがね、まあ、中間でこうしてロックすることができるんで、まあ、ここは無段階で調整できるので、まあ、何センチ何センチっていうのはないけどね、これも両方同じではね、途中でくる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 って固定したら、まあ、無段階でできるけど、伸ばした時に大体何センチが目安ですよっていうね、まあ、そういうことになるでしょう。はい、そしてね、この特徴としてはね、この先端に絞り止めのゴム足がきちんとついてますよってことなんだね。やっぱりね、プラスチックがそのままこうついてるだけだと、
ここのね、この後ろの部分ね、ゴムになってないとやっぱグリップしてくれないよね。じゃこう動いちゃうから致命的だと思います。これがちゃんとねゴム足になってますよってことでね、まあ、コンパクト334センチ、ね、はい、ズームするとこんな感じ。かっちょいいねこれね。はい、セット内容こんぐらいね。こうやってね、遠足とか、まあ、登山なんかするときは一脚はね杖として使うことができます。こうしてね、すごいよね、登山の杖で使えるっていいよねすごくいいよね。で写真撮りたいなと思ったらカメラくっつけて撮影できるってめっちゃ便利だよねこれね。で、このようにこうでっかいカメラの支えとしても使えるんだね、一脚だとね。はい、そしてね、この取り外し可能なデザイン、モノポッドとして使用することができますよということなんで、まあ、ここの部分をね取り外しすることができるってことなんだね。まあ、ここら辺の装置はね、まあ、若干現物を見てみるとしましょう。でクイックリリースプレートの4分の1の熱でカメラやビデオカメラに適していますので、まあ、ここはある種の規格だよね。規格これも統一しているので、三脚とか一脚だったら通常のカメラとビデオね、ビデオムービーだったら大体つくよね。これネジ穴が共通していなかったら困っちゃうよね、逆にね。はい、で、バブル水平レベルはバランスを見るのに役立ちましょうということで、ちゃんとね、水平もついてるよってことなんだね。至れり尽くせりでございます、ね。はい、そしてね、このね装置の内容をね、これちょっとこう簡単に見て、まあ、ここら辺は今紹介した内容です。これね、で、一脚可変式クイックリリースデックロック設計の5セクション三脚は高さの調整に高い柔軟性を提供いたします。取り外し可能なデザインで一脚としても使用ができますよということなんで、この状態からいい、この状態から一脚三脚に化けるということなんでね、ここはいかにワンタッチでできるか、ここは勝負だと思うよね。おじいが実践で試してみたいと思います。はい、そしてね、こちらの方もご覧ください。ね、でも保管に便利ということで、まあ、折りたたんだらものすごくちっちゃうので、持ち運びが便利ですよってことなんだね。で収納に便利な180度折りたたみ式三脚構造ってなってるんで、これがね、ぐにゃってこう180度いくってことはね、まあこれがこのぐにゃって、これぐにゃっていくのがね、実際見てみましょう。すごいよね、でもよく考えて作られてるようで、こういうメーカーさんが超合金の合体メーカーゲッタロボとか作ったらすごいコンパクトになるんだろうね、きっとね。はい、そしてね、まあ、遠足に便利だよっていうのは、まあ、今見ましたね。で、セット内容なんだけども、これね、まあ、この内容、材質はアルミ合金で、で耐荷重は5キロまで耐えられるということですね。この後ろの数値はちょっと分かんないけどもね、5キロまで耐えられるということで、セクション5、三脚の性質としては折りたたみ時の最小が34センチからマックスの高さは132センチで、一脚の場合は 37.5 センチから 96.5 センチまでですよということでね、三脚よりちょっと低いぐらいになります。で、アイテムの重量は 1.43kg と 3.15 なんとかって書いてある、まあ、大体キログラムで言うと 1.43kg って言うんで、まあ、1キロっていうとおじいが持ってるこのアレイが1キロなんで、それよりもちょっと重みがあるぐらいかなって、うん、そこらへんだね、これ全体的だね。はい、そしてパッケージのサイズ、まあ、パッケージのサイズはいいか、これはいいよね。パッケージのサイズは大体こんなもんです、ね。はい、そしてね、パッケージの重さは 1.75 キロということなんで、まあ、全体的にね、他の余分なものもオプションもついてるので、まあ、全体的には 1.75 キロで届きますよってことなんだね。はい、このね、キャリングパックとかここら辺についてるんだね。ここら辺の重さがあるってことなんだね。あと説明書とかね。はい、それではね、レッツオープン行きましょう。ちょっとね、アングルを反対側にチェンジします。はい、それではね、アングル変えました。なるべくちょっとこう高い位置からね、映るように今セットいたしました。じゃあね、開封したいと思います。よいしょ。もうちょっと下の方がいいかな。でも高くするとこれぐらいまで来るからね。これ以上低くしちゃうと全体的に映らなくなっちゃう可能性があるので、まあ、ちょっとこれでチャレンジしてみます。はい、パッケージはね、こんな感じになってます。はい、ぐるりーん、パッ。
はい、上はこんな感じ、下はこんな感じになってます。じゃあ開封するね。よいしょ、見える見える、はい、チャラチャ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 ラーン、デキデキ。さあ、いくよ、よいしょ、はい、中が見えてくるよ、せーの、えい、ー、わーい、おー、かっちょえ、はい、中身はこんだけだね、よし、はい、いや、びっくりした、これ、あの、迷彩じゃないの、これ、ね、おじい大好きなやつだ、わ、かっちょえ、これいいね、いや、これいいな、かっちょいい、すごくいい、いや、これセンスいいな、これ、ほら、かっこいい、もうこれだけでテンション上がるよね、うおーって感じで、これは嬉しい、いやー、これ、こういうのって普通真っ黒い入れ物を敷いてそうだけど、これいいね、これだけでもなんかちょっと惜しい、価値があるよ、これは嬉しい。これだってさ、あの 1.5 リッターのペットボトルとか入れるのにちょうど良さそうじゃないこれね。すぐ違うことに使おうとするよね、欲しいね。はい、じゃあね、中身出してみましょう。てってれってれー、はい、こんな感じ。うわー、これやっぱりあのペットボトル、あとさ、なんかあの一升瓶とかも入るんじゃないのこれ、もしかして。これペットボトル入れに2リッターのアクエリアスとかさ、ああいうの入るんじゃないのこれ。これいいよね。なんかほら、なんかあの、こういうアニメなかったっけか、なんか、こういうの、口ってのなんか、あったよね、なんかね、人間がなんか武器になっちゃうような、ね。はい、まあいいや。それはそうと、中身はこんな感じ。はい、めちゃコンパクト。で、取り出してみましょう。ね、あれこれ、ボード部分ついてないのかな、一脚の、あれ一脚の、一脚の、あれがついてるの、よいしょ。はい、こんな感じ。で、なんかこれもついてた。うん。で、ちょっとこっちから見ていこうか。はい、これはね、なんぞや。カラナビがついてるから、ここにこうやってつけるね。カラナビがついてます。ビヨン。ね、おお、カラナビでこうやってつけたり、あとあのリュックサックでつけたりとか、これここにもこうやってつけることができるのかな、これ。へえ、これ何に使うのかわかんないけど、うん、これなんだろう。なんかに使うものがついてる。これなんだろう、ね。はい、そして、おほほ。六角レンチがついてる。これは何に使うのかな、六角レンチ。一脚と三脚つけるのにこれでやるのかな、よいしょ。で、次の何かのお買い物をするときでね、なんか割引クーポンもついてますからね。はい、でマニュアルはこれはマルチランゲージかな、うん、ね、あー、なるほど、マニュアルはこれね、ランゲージはチャイニーズなんで、ジャパニーズランゲージはありませんね。なのでこの絵を見て判断してねということで、日本語は一切書かれていないので、これはね、ここはちょっとマイナスポイントだな、ここはね、正直言ってね。これだって、まあ、絵で見て判断しろとは言っても、一応どうしやったらいいのか日本語じゃないとわかんねえよ、これ、だいたい。でもこういうのね、使ってる人はまあだいたいわかるけどね、でも一応やっぱ初めて買った人はちょっと不安だよね。はい、で一応これね、六角がついてるので、まあちょっとすぐ使える状態にして、はい、商品自体はこんな感じで、めちゃめちゃコンパクトです。どれぐらいコンパクトとかというと、元気なおじいが一番最初に買った三脚がこれです。比べるとこんなにちっちゃい、約半分ね、約半分、ほらね、すごい、めっちゃスーパーコンパクト。はい、そんな感じで、
一脚の部分どこに行っちゃったんだろうね。お、あ、こういうこと？あ、あ、で、あ、ここが一個だけ、ほら、色が違う。こっちとこっちと色が違う。あ、ここに六角ある。ほら、六角があったということで、この六角レンチでこれを外すことができるんだね。ワンタッチで脱着できたら脆いってことだよね。だからしっかりとした構造なの。これだって結構重みがあるもん、これニューって感じで。そういうことか、これはすごいぞ。で、今ちょっとこう一番下の部分を出してしまったけれども、うん、これはちょっと待ってね、回すことができるんだよ。これでロックするのか。あ、そういうことか。これはね、いいよ。今までのものっていうのはこういう風になってて、でこれでね、途中で止めることができないから、これでガチャンってやって、これでロックして使うんだよね。で今使ってるのはこのロックの部分がパーツが壊れちゃったから、グラ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 ってなってるんだね。耐久性が悪かった。こういうもんなんだよ、大体三脚っていうのは。で今回のタイプはそれが全くない、一個もないタイプになります。なんでかっていうと、これ無段階で自由に調整することができる。これすごいね。これ何がすごいかっていうと、例えばね、表でこう斜めのところでこういうところにこうやって設置するときに、こういう三脚だと片側をね、こうしてちょっとこうこういう感じにして、下になる部分を長めにして、ここの長さを調整してやんないと無理だったんだよね。で基本的にはそういう使い方なんだけれども、これな、斜めにこうしてこうやってできると、その角度なんかはね、こうしたい場合は長さを変えて調整だけども、ちょっとこう置いときたい時はいちいち長さ変えなくても、ここの角度調整するだけで置くことができるよね。これはねすごいね、うん、しっかりとした丈夫でグニョン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 になっちゃわないから安心感があるね。これね、これがいいよ。で、ね、まだちょっと上の部分見てないけど、これを全体的にちょっとこれ上にスライドして、あ、しまうときはこうで、こうしてカチャン。おお、ここここすごい、ここすごい、ここここちょっとね、ライトあっち持って、こっちにライトないからちょっと見えにくいかもしれないけど、ここをこうして上にね、これがまたね、力がニューってこう、テンションがかかってるやつなんで、すごい高級感がある。で上げてね、こうしてやってコンパクトになるんだよね。で使うときはこう下にこう下げるでしょ。そしたらここここさ、またこうやって奥にしまって、そうするとカチンとほら引っかかるんだよ。この引っかかるところが、ここがギアみたいになってて、この一番下のところでこの鋭利な角度なんだけど、これがね、よいしょ、こうするとほら、この真ん中のギアのところだとこの角度になるんだよ。でもっと浅くしたい場合はほら、ここで引っかかるんだよ。ほら、すごいね、3段階でできる。これすごいな。重たいものとかね、でっかいカメラ使うときはやっぱ安定性が欲しいよね。これすごいギミックだね。いや、やっぱいいものは違うな。これ嬉しくなっちゃうね。じゃあ、まあ一番鋭利なところで、まあちょっとこうして置くとして、でこれはよいしょ、こうして左側に、あ、これね、簡単にこれ取れるよ。これほら回すと
一脚になる部分のこっちがね簡単に取れます。これはすげえなぁ、うん、こうやってつけることができて、で、これ伸ばすのはここの真ん中のリングをこれ緩めて脱着、おお、こうして脱着することができる。左側にこうして回すとこっちまで簡単にこう伸ばせるんだね。こうしてね、あの釣り竿みたいなもんだねこれね。で右に回していくとロックするので、ね、だから左に回してよいしょ緩めてこう中に入れてこう右側に回すとロックされるっていうね、こういう構造だね。よいしょね、はい、これで固くなりました。これがね、で左側に回して緩めるとはい、こうしてね伸びるよってことなんだね。これはいいね、うん、釣り竿とほとんど変わんないよこれさ。この角度によって一番最高の高さがまた変わってくるってことだね。そうするとね、これは活躍するよ、おじいのとこで。しかも色がブラックでかっこいいし丈夫、これはいいな。アルミのやつ、スチールのやつ、なんか空洞だからさスカスカなんだよ。これはちょっとね、素材に対する信頼感があるかな、ちょっとね、はい、これが高い状態ね。よいしょ、これどっかまだ緩いな、どこだ、一番元だ、よいしょと、ね、はい、一番元を締めてここまでの高さになりました。ちょうど高さ的に良かったね。おじいが立ってみるとはい、だいたいね、ここまでの高さになります。はい、よいしょね。結局やっぱね、全体的に寄せるとちょっとこう大変だねこれね。はい、そしてね、この四角までちょっと持ってきましょう。ライトをねもうちょっと、よいしょ、はい、撮影ライトね、ほんとねこっち側に置きたいけど後ろ壁なんでね、ご勘弁ください。でここの部分が大切に今ね保護されております。でこれはどうやって取ったらいいのかな、この紐、この紐をまずこうして解除してスポン、おお出てきた。こんな保護してさ帽子がかぶってる雲台ってすごいよね。はい、こんな感じ。うわ、かっちょえかっちょえ。で直感で使ってみよう。ここは緩めるとこのグリーングリーンだね、グリーングリーンがこれこのボールになってる、こういう風に、これすげえボールになってるよ。だこっち斜め、あのこうなんていうの、長さ調整しないで斜めにしてもグリーングリーンで水平にすることができるんだね。これいいな。でこのテンション、あの柔らかすぎない硬すぎない、このねなんこ力を入れてグニョーンっていくこのスムーズ感、あの高級なオーディオのほら重みがあるダイヤルってあるじゃん、あれのもうちょっと重たいバージョンぐらいで、これはいいね。グリングリン回るけどこれ向き関係ないんだ、これすごいな、向き関係ないよこれ。でここ閉めるとがっちりロック、おすげえぞこれ、うわーすげえ、このがっちり感が半端ねえこれ、うわー全然違うよ、使いやすい、うわめっちゃ使いやすい、うっすりだ、もうあの今までのこういう雲台って何だったのって、これがいいとこで、でここのとこでこうしてね、これでロックするんだけど左側に回してこうなんだけどね、うん、でこう、あのこうができる、ここでロックするんだけどこれで固くなるんだけどね、ここでね、うん、ここと、いやこれさこうかこうこうかしかできないんだけど、これいいね。いや
めっちゃ気に入ったこれ。ここいや使いやすい。しかもこのダイヤル、このダイヤルがすげえ使いやすいこれ、ね、いやこれおじいこっちメインだな。別の商品のあのアンケートなんだけど、これもさこの回り方すごい重みがあってすげえ高級感がある。この回り方がね、重みのテンションがかかってるやつで、だ高級なオーディオのボリューム調整のやっぱもっと重たくなったバージョンで、これすごい高級感ある。これいい、マジか。いや嬉しいな。これは何なんだろうな。あ、これは回るの、あの止めるんだ、あの回んなくなった。これを外すとこう回るんだね。で右に回してロックと。これ基本的にもうどっちが正面とかないんだね。あのおじいが持ってる三脚はこっちが正面っていうのがあるんだけど、これもどこでも使えるんだね。これは直感で使えるっていうのがこれすごいな、おじいでも。へー。でここに水、あの水平がついてる、ほらこれね、水平がついてます。この空気を見てね、愛がちょうどこれ水平、もうちょっとこうかな、これぐらいで水平だね。おじいのお家もう震度6体験してるんで、何回かなのでもう曲がってるんだよ、うちね。すごいぞこれは。おお、これも使いやすい。まあこれで、ね、あすごい使いやすい、マジか。これをカメラにつけるんだね。で今これつけてるのもこういうタイプなんだけど、裏でくるくるくるって回して、であのグッて開けて閉めるのさっき見せたよね。でグッてやってやるんだけど、これで、ね、どうやってつけるかっていうと、ここレールになってるんだけど、これがね見てこれ、ほら開くの、すっげえ使いやすいね。これさ今使ってるやつだと四角い枠の中に向きがあって、こうしてやらないとガッチャンって入らないんだよ。で逆だとどっちだよってなって、うわずれてんじゃんとかってなるんだけど、これ全体的が広がるし、そのスライドだけどこうやって入れなくてもそのまんまカチャンって入れることができた上に閉じてくっつけられる。で今適当にやったけど逆向きにした場合はつくのかな、つく。これ向きがあるけどこれ向きない、どっちでも入る、すっげえ2分の1の確率をうちはよく外すんだけど、これだったら脱着めっちゃ楽だね。これね、すっげえ楽。うわーこれ夢のようだよこれ。はい、もう難しいことは何もないです。はい、もうこれで使い方がね全てです。水平があって、この脱着があって、でこのグリーングリーンがあって、左右のロックがあるね。でまあここにこれがおまけでついてるんだね、これね。すげえなー、これは。おお、まだ伸びる。おお、ここまだ伸びるじゃん、やばいねこれよだれ出てきちゃうよ、すげえなこれ。あ、でこれで取ることもできるんだ、グリグリ回すと。へー、あこれ今よし外しちゃった、よし、ちょっと待って、これこうしてくっつけて、これで入れねえとまずいね。あ、どっちがこれ上下あんのかな、これよいしょ、どっちが上とかあったのかな、これ上下逆だとまずいかな、よいしょ、うん、あ逆だこれ逆だ、こっちだな多分、よいしょ、ちょいとお待ちを、よいしょ、よいしょ、抜いてしまったのでまた戻したいと思います。はい、この状態でグリングリンと締めて、よいしょ、はい失礼いたしました。
これでいいかな。これで高さ調整をしょ、グリングリンと一回しないと。これでいいんだね。あ、ちょっと待って。こっち側も高さ調整できる。ちょっと待って。よし、ダブルでやるのか、これ。こっちが、今ここ、ここにだね。下側を緩めると、こっち側が、ここが下に下がるんだね、こうやってね。で、上側を緩めると、これがどこまで下がったの？これはこの中に入るのかな？ちょっとこれ微調整してみないとわからないの、これね。これはどっちで使うべきなんだろうな、うん、やっぱ低い方がいいかな、うん、低い方で使います。よいしょと、はい、じゃあこっちはね、あとでちょっと微調整して戻したいと思います。で、あとは他のギミックはあるのかな、まあ、ここはね、ゴム足はものすごく太くて丈夫です。で、角がね、これ先端がほらちょっとこうとんがってる感じなので、ピンポイントでしっかりと地についてる。だから多少こう斜めになってもこういう形状になってるから刺さるような状態でしっかりと固定できるんだね。だから多少足がこう斜めにこう曲がってもしっかりと固定。これすごくいいね。地形に応じてこここうしやながら、こうかなって、こっちもっとこうかなって、こうやってできるんだね。で、すごいさっきから言ってるけど重さのテンションが絶妙な重さがついてるので、これは操作しやすいです。はい、そんなわけで、いや、これはね、元気な味、めちゃめちゃ気に入りました。これね、これからちょっと重宝させていただきます。こんなにあの細かく伸ばすことができるので、今のやつで全然骨頭が使いやすいよね。はい、じゃあ一回ね、カメラを戻したいと思います。ちょっとこれね、全体的に見たいでしょね。ちょっとね、このままいけるかな。ちょっと待ってね。よいしょ、このままちょっとチャレンジしてみたいと思います。よいしょ、うわー、バッテリーを当ててしまった。はい、よいしょ。はい、ちょっと高さはね、制限が出てきちゃうんだけども、はい、リアルな商品はね、よーくご覧ください。座椅子とかね。はい、こんな感じ。いや、高級感あるね。めちゃめちゃ高級感あるね。はい、こんな感じ。ここのね、このニューンっていう感じ。はい、そんなわけでね、今ね、バッテリーのコンセントね、引っこ抜いちゃいました。切れちゃいました。強制終了になっちゃったね。はい、で、これがね、ゴム足の部分になります。はい、ゴム足のね、先端の部分をね、よく見てくださいね。ほら、で、この座椅子もね、しっかりとした座椅子だよね。はい、いかがでしょうかね。よいしょ。はい、そして上のね、水平の部分ね、ちょっとお部屋の汚いのは勘弁してね。はい、ここでね、水平の部分を見ることになります。なんで今ね、ちょっとこれバッテリー持ってるんでちょっと動かせらんないけどね、今これ水平がほらちょっと取れてませんね。で、ここのね、脱着はここを緩めると、ここがほらこう広がるんだよね。ほら広がるんで、これね、今閉めちゃったんか。ほら、腰緩めるとほら、こんなに広がるんで、これで簡単にほら、腰緩まるんで、ほら、簡単に取れます。ここが溝になってて、ここでしっかりとはまる構造になっています。これ逆にしても、はい、この通り。そしてここをね、くる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 ってつけると、ね、はい、これでね、くるくるくるってつけると、片手だから大変だけど、はい、もうこれでガッチリつきました。ガッチリ、そんなにびっくりするとギュッとやってないけど、これで緩んで、これでもうガッチリついてます。すごいね、これね、うん、はい、なんとなくこのね、質感伝わったでしょうか。いや、すごいな。やっぱり三脚っていいものを買うとこんなに使い勝手が良くなって、で、素材もすごいし、かっこいいし、こんなに使い勝手がいいんだね。
や、この三脚ね、今特別安いクーポン出してくれるっていうことなんで、安い三脚って2000円ちょっとかけるぐらいで買えるんだけど、いや、ちょっとそれに上乗せするだけでこんなに使い勝手が良くて長持ちしそうだよね、この方がね。いや、こういうものを手にすることができるわけです。だったらどうせ使うんだったらこういうものを使った方がいいよね。長持ちして使い勝手がいいし、見た目もかっこいいし、そして、ここでね、これを緩めると取り外すことができます。まあ、三脚と一脚でね、使うことができるってことなんだね。はい、いかがでしょうか、ね、ここのところがなんかくっついてるの、これね、まあ、一脚で使うときにはこっち側に一個ドッキングするのかもしれないね。はい、まあ、取り扱い説明書はね、残念ながら中国語です。はい、じゃあ一回ね、戻したいと思います。はい、そんなわけでね、いかがだったでしょうか。今ね、実際にビデオカメラ V36MS を付け替えて今リアルで使っています。これねこれ今までね、この三脚、これ頼りないでしょ、これカタ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 してね、すごい頼りないんだけど、いや、がっしりしてるし、で、今までね、この、ね、向きがこうかこうかとか、こう、動きに限りがあったんだけど、今度グリングリンでしょ。で、このね、グリングリンのおかげで、ここ今、ロックを解除すると、この水平が合ってなくても、こう、水平が、こうやってほら、グリングリンだから、こうやって調整できるんだよ。グリングリンだから、こう斜めとかほら、こんな感じ。で、これがね、ほら、ちょっと見て、こうやって、今までの三脚だと、できないんだよ。こういうやつだと。動きがこうか、こう、こう、こうかだから、こういうのがね、できないんだよ。うわすげえいいね、これね。しかもさ、なんか開封式とかさ、なんかいろいろやるときにさ、ね、こうやって下までほら、こうやってできるし、いや、こんな簡単だよ。で、今までこれ斜めに足ちょっとずつ調整したからさ、斜め補正してたけど、で、これこうして持ってきながらね、あ、こう、必ずさ、こう斜めとかにこうやって置いたりすると、ほら、ずれるわけじゃん。ほんと、待って、水平どっちにしようかな。この上のこれで合わせようかな。あ、でもちょっと変かな。じゃあちょっと、これぐらいかなとかして、いや、簡単に調整。まあ、水平だったらね、これぐらいが、後ろ見ると水平なんだけど、これ簡単に調整できるんで、ここで、キュッて回しても、これで固定できたし、夢のよ。これいいな、めっちゃ便利だな、これ。いやー、出品者様、本当にね、ありがとうございます。元気なお尻のチャンネルでね、これ三脚もメインで、しかしもうメインというか、こっち使わないよ、もうね、これを大切に使い続けたいと思います。また壊れた頃にはね、また調子が悪くなってくる頃には、また新しい三脚をね、タイアップしていただければと思います。これめちゃめちゃ嬉しい、使いやすい、もう夢のようだよ、本当に使いやすい嬉しいということで、このね、元気なおじいがね、めっちゃ気に入ったこの三脚、これガチでいいかな、これね。はい、見てみましょう。こちらでございます。テロリン、あ、テロリンがないんだ、これね、テロリンがなかった、用意してなかったんだね、これね。はい、そんなわけで今現在用意しようと、はい、このようになっております。はい、それでね、こちらの方ね、商品が5899円で今販売されております。で、表でね、クーポンコードが2000円オフのクーポンがあるので、3899円で購入することができます。で、出品者さんが今これ30個限定でね、在庫一掃セールをやるってことで 40% オフのクーポンコードを用意するので、ちょっと待ってくださいねということでね、
今クーポンコードが発行待ってるところです。まあ、40% オフっていうとこの2000よりももうちょっとこう気持ち安くなるのかなって感じかな。で今3899円なんだけども、3899円がまあいくらぐらいかなっていうとね、だいたいそうね、7月の18日22日ね、2日前までは3699円で、販売していたんだね、これがね。なので今お値段の方が今日現在5699円になってるけども、視聴者の皆さんね、キーパーで、まあ、皆さん見てるでしょう。今日現在5699円になってるけれども、昨日の段階では5699円で、今日は5699円、あ、ここで値段変わらないんだね、よいしょ。あ、今日が5899円だね。今日5899円で、昨日は5699円だ。昨日よりもちょっと200円ぐらい上がってるんだね。で、その1日前はっていうと3699円だったので、お値段がびっくりするほど2200円ぐらいね、お値段がポンって上がってるんだね。でもその分2000のクーポンコードがあるので、まあ、売りたい値段は3699円なんだね、ここがね。で、またちょっと、その前が5699円なんだけど、その前が3999円、その前が4999円なんだけども、ここで3699円で、その前が4099円で、5999円なんで、まあ、大体安く売りたい時のボーダーが3699円。で、とびとびでこう販売してるんですね。3699円で販売したい。で、まあ、値段調整は2000円上げて2000円のクーポンをつけてて、まあ、あの手この手でね、販売戦略っていうのはあると思います。で、今回は 40% オフのクーポンコードを発行してくれるということなので、まあ、このおそらくこの値段のまま 40% オフだとすると、2000円のクーポンコードで、まあ、ちょっと安くなるってことなんで、58の、次は2000の、しは32だから、2300いくらだから、そうだね、300いくらだから、3500いくらってことになるんだから、そうすると、おとといまでの、この、3699円でも3500いくらには最低になるから、まあ、100円以上は最安値になるということになります、これはね。まあね、まあさすがにね、この2000オフのクーポン、これを表に出たまんま、ね、40% オフのクーポンコード発行しないとは思うんだけども、まあどのみちこれがなくなって調整しても、今までの3699円よりはちょっとお安く買えるようになるということになりそうです。はい、だけどね、あと細かい内容はこの Amazon のページの方をご覧になってください。このね、動画の説明欄のところにリンクを貼ってあるのでね、そちらの方を見てください。で、あと 40% オフのクーポンコードは出品者さんからいただき次第にこの下にクーポンを貼ります。で、出品者さんによっては、有効期限は7月31日までだよとは聞いてるんだけども、いつからそのクーポンコードを今日発行するってことは何時間後からスタートってことになるので、その時間が来る前にクーポンコードを使うと有効にならないんでね、なので、まあ今日発行してくれたら、まあ、明日から使えるようになると思ってた方がいいんじゃないでしょうか。まあ、クーポンコードはね、もし有効期限の開始時間が分かったら開始時間を書いておくんだけども、それが分からなかった場合は一応ちょっと時間を置いてから、クーポンが使えるようになってから使っていただきたいなと思います。7月31日までの 40% オフのクーポンコードを用意してくれるということなんで、今までのおとといまでの値段の3699円よりも安い値段で購入することができるということになります。まあ、このチャンスにね、一緒考えてみてはいかがでしょうか。こういうね、一脚とか三脚、こんだけの品質で使い勝手がいいものだったら、いや、一個持っといてもね、しょうがないなと思います。それだけで最後までご視聴いただきありがとうございました。おじいでした。またね、バイバイ。